これから入間市の9から10ヶ月育児学級で行っている赤ちゃんの仕上げ磨きのポイントについてお伝えします。仕上げ磨きの開始時期です。歯の生える時期には個人差がありますので、上の歯が4本、下の歯が4本生え揃うくらいまでに開始しましょう。使用する歯ブラシは仕上げ磨き専用の歯ブラシが薬局にありますので、お子さんが使う歯ブラシとは別に用意しましょう。仕上げ磨きを行う姿勢です。基本はお子さんを寝かせて行います。お子さんの頭を大人側に向けて寝かせます。寝かされるのが苦手なお子さんや他側に触られることも嫌がるお子さんの場合は、日頃遊びながら、またお風呂上がりの時など体に触れるところから慣れさせましょう。口から遠い足や手から慣れるようにしていきましょう。その後、お顔のおでこやほっぺた、お鼻、お口に触れていきます。お子さんを寝かせて鏡を持たせ、自分のお顔を見せたり、大人の方が黙って仕上げ磨きをしないで話しかけたり、数を数えたりするのもおすすめです。仕上げ用歯ブラシの挿入場所です。歯ブラシをお口に入れるときは口角から入れます。頬の内側を歯ブラシの背中でマッサージするとリラックスできます。下の歯を磨くときは大人の親指で唇を下げ、上の歯を磨くときは人差し指で上げて、上唇小帯にブラシが当たらないようにします。歯ブラシの当て方は、歯に対して直角に当て、小さく細かく動かします。前歯の裏側は、歯ブラシを縦に当てると磨きやすいです。泣いていても、泣かなくても、仕上げ磨きが終わったら、言葉だけではなく抱きしめて、よくできたね。偉かったねと褒めます。ここが仕上げ磨きの重要なポイントです。仕上げ磨きを嫌がるお子さんも毎日褒めてあげることで協力してくれるようになります。以上で仕上げ磨きのポイントの説明を終わりにします。何かわからないことやご質問などがありましたら、健康福祉センターまでお問い合わせください。